はい、妖怪ウォッチプニプニやっていきましょう。オータムニャンボね、これねすごいよね。10連3回目と6回目で1対以上 SSS ってこれね、まあ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 いつもの通りね、私は無料版です。無料版をミッションだよね。またサブアカも合わせて3連引いていきます。なんかねもう最近マイイベント引けるんでちょっとありがたみがなくなってきてはいるんだが、やりましょう。中身、極生ハゲ、クリスタルネタバレリーナ、漆黒王に闇、闇じゃねえや、マカと太陽神、暗黒神、持久神と。暗黒神、持久神かな、欲しいな。SS で欲しいのは、火の鳥かな。コマさんサンタないのかな。ないね。あ、ダンドリー欲しい。みんな使ってるダンドリー。じゃあ、行くぜ。ああ、普通に金。うん。一角なんてあった？すげえな、一角だよ、一角。はい、じゃあまあ、サバカンと行ってみましょう。はい、じゃあサバカの方行きましょう。ちょっと一回運落としてからやろうかな。なんかね、昔はね、でもこう見えても、でも無料ニャンボガシャで SSS が太陽神とごく土の子でとか2回超出たことあるんだよね、無料版。なんか前は SS 結構出たんだけどな。よいしょ。うわーってロボニャンダブルオーシャドウサイドもあったんだ。前もなんかロボニャンだったような気がしたな。ほんとかい。 S もあるもんね、この辺ね。残念。よし、もう一個行こう。はい、じゃあラストいきましょう。よいしょ。あ、ハトシン。ニャステッドだ。持ってなかったんだ。いや、なんか神々しいよ君、ミステリーレジェンド。圧倒神ウィスパーでこれありなのって感じだけど。はい、今回3連やってみました。 S ランク3体でしたね。はい、まあ皆さんどうだったですかね。よろしければまあコメント欄などで教えてください。10月4日まで結構短いですね、やってますね。はい、でちょっとね今回あんまり良くなかったんだよね、この花咲かじいのね。だけどまあちょっとこのサバカも持ってないんで10連は回してみたいと思います。確率アップ、なんか SS がやたら出たんだよね。生まれて初めて90連もしたのにいきなりやられちったよっていうね。騙されやすいタイプだね。そりゃそうだよな、あんなポイント貯めやすいイベントだからさ、ここでさいっぱい出させるはずないですよね。ここで吐き出しといてまたゲーム頑張ってもらって、だから次のイベントのね最初の確率ね、数字はいつもと一緒だけど、よいしょ、
なんか違う気がすんな。で、アンコールデッドか。違法妖怪。これはおはじきの時かな、欲しかったな。まあまあまあという感じで、ちょっとね、なんかいつもねラストチャンス結構出るんだけどね、他の人のを見てもよいしょあんまり良くないんだよね。だから違法妖怪シリーズなんですねっていう感じですかね。はい、ちょっとね今回のラストチャンスは闇な気がします。まあもともとね 1% ってことは 1.8% ってことは100回に1回だから、そんな期待しちゃいけないんだけど、なんかね確率あれ絶対嘘だと思うんだよね。毎回最後のラストチャンスすごいもんね。 SSS2 体出たこともあるしな。まあそういうんじゃないらしいので、皆さん気をつけてください。はいはい、あとドリームコインありましたね。いつものドリームコインいきたいと思います。まあね、お助けでもらえますからね。さあやばそうだよ。ああ、お戻った。そんないいことあるの。ドン、うわ覚醒が出た。覚醒も出るんだね。へえ、嬉しいね。はい、じゃあちょっとこの夏木妖怪を連れてって、まあ、ちょっと先日のガシャでパスブルジョワジーか、前回のイベントかな、ゲットして、あパスをゲットしたんで、ちょっとブルジョワジー挑戦したいと思います。これね私使いこなせなかったんですけど、結構ねブルジョワジー役に立ってますよね。もう G イベントだから G を使いまくりたかったんですけど、いきます。まあちょっとねこのアカウントだけなんだっけ、花坂 G ゲットしてるんで、このサバがなんとかね白駒まで行きたいんですけどね、ヤマタンゲットしてもなかなか進めないですね。寿司が好きなのかこのおじいちゃん。ブルジョワ G いたらクリアできるかな。超絶にいいな。いまいちねサバンナだから進めらんないですね。太陽神とかね執行公認がないから微妙なんですよね。なんとかね、うわっ、まだ終わらねえぜ。はい、こんだけ懐かしときゃ金太郎が似てるのか。いいな、どんなのわかんない。あとふみちゃん、もういいや、これでいこう。さよなら。OK、来い。あー神経験値か、残念でした。おーレベルが、サブアカもねほんとかなり強くなってきましたね。もうサブじゃねえよっていうかね。
使い切るのはいつの日かってね。はい、残念でしたが、また今度。はい、じゃあ今回はニャンポコインやってきました。本当にね、皆さんどうだったでしょうかね。で、ちょっとこれ2番目のサブアカウントなんですけど、これはね、ヤマタンゲットしたんだけど、やっぱりうまく間が回れない。シュラコマ、せっかく花坂じいさんいるんでシュラコマ目指したいんですけど、まあ、漢方が足りなさそうだなっていうのが感想ですね。はい、まあこれね、今回不思議とポカポカっていうなかなか珍しい SSS なんでね、なんとか最後の最後の最後まで頑張っていきたいですね。はいはい、じゃあ今回はニャンポコインガシャでした。どうもご視聴最後までありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。